そのオンラインがもう当たり前の時代になってきたので、どう印象深く残すか、お時悩み。短できるようなポイント、時短ね。メイク、はい。はい、できれば嬉しいです。こんにちは、バケコです。今日もお客様に来ていただいております。やすこさん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。やすこさんはですね、実を言うと、私のもうオンライン講座とかを受けてきた。で、どうでした？一回受けて。衝撃的でした。何が？清水場数がすごくたくさんあって、それを隠そうと思って、ベースメイクすごく厚塗りをしていました。それをパウダーファンデをやめましょうって言われた時に、どうしようと思どうしようと思って隠せないという、不安で。すごい不安でいたんですけども、実際ズームで個別でやっていただいたら、もう目から動きました。もうパウダーファンデもう使わ戻れないね。もう戻れないと思いました。この素肌感を生かしましょうっていう言葉通り、マットで隠してたっていうのがなくなったので、すごいなんか周りの評判どうでした？周りからの周りは私アイシングクッキーを作る仕事をしてるんですけども、このコロナの状況で、オンラインでお仕事したり、インスタライブやった時にすぐ気づいた方がいました。なるほど。すぐ気づいて、やすこさんいつもと肌が違うってコメントいただいた時に、あ、すごい成果が出たって思って、すごく嬉しかったです。真面目な生徒さんなんですよ。だからきちんとね、言った通りにやってくれるかね、本当にどんどん可愛くなるの。改めて、じゃあ今回の、ちょっとステップアップできた上での今回のお悩みをちょっとお伺いしたい。先ほども言ったんですけど、そのオンラインがもう当たり前の時代になってきたので、どう印象深く残すかっていうことをお願いしたいなと思います。なるほど。はい、やっぱり私が重要視したのはこの透明感。透明感だけは外したい。じゃあどうするかみたいなところですね。ただね、やっぱりね、リアルでお会いするのとオンラインとかこう画面でね、映像で、私は映像でずっと仕事してるので言えることは、やっぱ肌感っていうのはね、やっぱり厚く塗れば厚く塗ったように出るんですよ。だからできるだけ厚くならないように工夫するんですね。それは色味だったりとか、ファンデーションとか工夫するんですけど、やっぱこの映像を通すと、やっぱアイメイクとかは飛びやすい、眉とかも飛びやすい、その辺の工夫っていうのは必要なのかもしれない。ライブをやるとか、今後もしかしたら YouTube もやるかもしれませんね。はい、一応持ってるんですけど、ね、全然登録者数がなくて、あ、持ってるんだ。持ってるんですよ。あ、そうだったんだ。なんて言って検索すれば出てくるの？アイシングクッキー後藤やす子で検索だそうです。はい、アイシングクッキー後藤やす子、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ってことで、それともう一個なんだっけ、お悩み。時短できるようなポイント、時短ね、メイク、はい、はい、できれば嬉しいです。何に時間かかってるなって自分で思ってます。そうですね、ベースメイクです。やっぱり隠すものは隠したいからね。隠したいところは隠してるんですけど、ね、あとアイメイクも、やっぱりアイライン引くのが苦手なので、なるほど、ところがちょっと時間かかる。じゃあちょっとお悩みに解決していきましょうっていうことで、まずね、時短に関しては一回やす子さんがやってるのを私はチェックしたい。で、どこに時間がかかって、ここをちょっと短縮できるかなっていうポイントを見つけていきたいと思うので、一回フルメイクやってください。はい、わかりました。お願いします。はい、ベースメイクからですね。はい、化粧下地です。あ、でも教わったのに間違ってたらどうしよう。いいよ、それはそれで後からダメ出しするから。そうですね、ここはこうするのやめなさいって。そうですね、確かに。ここも消すようにしています。はい、これは目印。目印か。はい、
緊張する。やってやって、ずっと見てるから。かわいいね、やすこさん。かわいい。ありがとうございます。皆さん、やすこさんいくつだと思います？やっててね。はい、いくつだと思います？びっくりするよ。47歳。これはね、なかなかですよ。かわいい、もうこんなかわいい47歳いないな。いないですか。かわいいよ。で、肌も綺麗だし、この透明感よ。ねえ、これはやっぱりさ、宝物ですね、あすこさん。もう両親に感謝ですね。はい、この小顔変えたね。ちょっとね、上がりすぎですかね。うん、ちょっといいよ、やってみて。ちょっと細いですかね。前は太すぎたので、もう少し細いのは太いので可愛いのよ。だからそれもね、TPO とかに合わせて変えたらいいと。うん、眉は別にこうじゃないといけないっていうのは全然ないから。今日のファッションにはこんな感じとか、今日のファッションにはこんな感じみたいな、うん、使い分けて全然。そろそろ出来上がりますね。妖怪って言われたんだ。本当に妖怪だと思う。可愛すぎるな、この結果。47歳だよ。はい、じゃあちょっと手直しをしていきますね。はい、お願いします。はい、ちょっと眉をね、少しやっぱオンラインだとね、皆さんね、映像でちょっとこう活躍されている方は眉ってね、意外にやっぱり飛びやすいんですよ。強いて言えばちょっとここ角がついちゃったよね。でも茶色がいいと思うけど、ちょっとこの辺ね、はい、ちょっと、鏡、ちょっと口紅後にしてね、一回カットしてね、結構短めにしたんですよね。はい、似合ってたと思う、短いの。やっぱり、はい、やっぱり短い方が良かったですね。なんかこう、自分でもなんかこう、何、さっぱりっていうか、すっきりっていうか、はいはい、そんな気持ちになるじゃん、なんとなく。そうですね、はい。甘くなりすぎず。ね。本当はね、もっとショートがいいね、やっぱり。そうですね、やっぱりね。うん、ショートか、ショートボブか、なんか、うん。この長さでできる感じであれするけど、基本やっぱりもうちょい短めの方がいい。ちょっと長いので、ちょっと、ストレート気味にしてみようかな、今日は。少しいつもの安子さんよりも濃いめかな。これで一回ちょっとだけ押さえて、パクッ。ちょっとこの、やすこさんのね、このマキシマイザーの、結構濃いめの紫かな。どうだ？ちょっとこれ使ってみようかな。でもこれぐらいだったら違和感ないんじゃないかな。で、これぐらい濃くてもね。はい。どうでしょう。これで本当はもうちょっと短く切ってほしい。で、前髪短く切ってほしい。で、ちょっとね、あ、でもかっこいいじゃん。どっかちょっとね、かっこいい要素をやすこさんは取り入れたら、甘さの中にちょっとかっこいい
ので、やすこファンは燃える。燃えます。全部甘くしない。はい、燃えさせましょう。はい。はい。っていうことで、どうですか？どうでしたか、今日は。はい、すごい。嬉しいです。本当に、印象づける顔に変わりました。口に入れるよね。だからあんまり、ね、アイメイクとかは、あんまり濃くしちゃうと、やすこさんになっちゃうので、やっぱり透明感は大事にしてほしいなと思います。はい。どこかちょっとこう、かっこよさをプラスして、かっこかわいいを目指していただければ。はい。はい。やすこさん、ありがとうございます。このチャンネルがいいねと思ったらいいねのボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そして私オンラインサロンをやっております。やすこさんも入ってくださってますね。はい、入ってます。はい、ここに来て直接私がメイクをできるのはサロンメンバーの実は特典なんです。なので、ぜひ皆さんもここに来て、ちょっとアドバイスさせていただけたら私も嬉しいなと思います。よろしくお願いします。はい、ではバイバイ。今日お世話になったので私純子さんのためにオリジナルのこれ見えますか？アイシングクッキー。これね、私のロゴなの。はい、ロゴマークもっと見えますか？はい、これを作ってきました。プレゼントしたいと思います。ありがとうございます。めっちゃうまいね。本当に上手。ありがとうございます。これさ、私かけないよ。かけない。よく、まあ上手に、はい、ありがとうございます。これちょっと食べれないね。食べれない。なんかこれもいただきました。はい、小さいのサンクスって書いてあるの。はい、そうです、サンクスって書きます。ありがとうございます。これは食べられない。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。